はですね、半日 Vlog を撮っていきたいと思います。似顔絵描いてあげるよ。めっちゃ似てる。皆さんこんにちは、葵です。はーい、おはようございます。今日は、午前中と、夕方手前ぐらいまでは、緩い感じなんですけど、そこからがちょっとつめつめな感じになるので、半日 Vlog という形でいつもよりはちょっと短い Vlog をお届けしていきたいと思います。そんな午前中はですね、私の仲良しなスタイリストさんと、ブランチをする予定なので、とりあえずそれに行って打ち合わせに行って、その後はどうしようかなみたいな感じで決まってないです。でも今日はシェリーも一緒に行くので、まあ、緩くなると思いますが、その様子をお届けしていきたいと思います。はい、それではとりあえず、ブランチの集合場所に行きたいと思います。ブランチに来ました。仲良しなスタイリストさんのわっこさんです。今日のファッションポイントは何ですか？昨日買ったのポイントですね。赤、そう、なんかすごい着やすそう。そう、キャバン。あ、キャバンなんだ、うん、生地がすごい良さそう。この首周りの沿い具合がそう気に入りました、うん、確かに。あの素材感が良さそう。あのキャバンの素材ですね。朝です、仕事早かったので、うん、明るい。気合を入れてシャキッと。で、ここに姫はいます。眠そう、どこでもいつでも眠そうです。私はサラダ食べます。ご飯を食べました、はい、そして私たちは今から別々にお仕事です、はい、ありがとうございました。こちらこそ楽しかった。ごちそうさまでした。まぶしい。うわ、急に、ね、さっき影だったけど、はい、シェリーちゃんもあなた打ち合わせに行きますよ。会社に行って打ち合わせしてきたいと思います。まっこさんもリースタイムです。そうね、ほんと近々ね、行きましょう。 YouTube にも出てください、ファッション企画を。あ、嬉しい。言ってるやつやりたい。いつでもいつでも。ということで皆さんお楽しみにその時を。はい、オフィスに着きました。シェリーちゃんは定位置でこの風に寝られております。番犬やね。はい、では今からお母ちゃんは打ち合わせを頑張ってきます。はい、おやすみ。はい、とっても大事な撮影が終わりましてですね、私は今からちょっとだけ空き時間があるので、シェリーとお散歩がてらに代々木公園の方に来ました。ウィズクッピーです。こんにちは。こんにちは。またまた出てきました。前回の動画の反省会をしながら、ちょっとお茶でも飲みたいと思います。なんかめっちゃ晴れてたのに超曇っちゃって、風も出てきてる感じなので雨が降りそうなんですが、シェリーのお散歩にはぴったりかなと思いますので、ちょっと休憩したいと思います。フグレンに来ました。今クッピーがコーヒーを買ってきてくれているので待ちです。シェリーはどこにいたと探してます。これ手前に引くとか、あー、こういうこと。あ、あー、すごい、なんかカップが変わってる。じゃあいただきます。はい、アイスラテ。うん、うまい。フーレンは酸味があるタイプのコーヒー、お豆です。今日の打ち合わせは本当に本当に大事な打ち合わせで、すごくいいものがうんって感じなので、まあ、もうちょっと楽しみにしててください。でもいい感じやってんね。シェリーも参加しておりました。ところでアイス巡り Vlog のコメント見た？見た。クッピーさん絶対イケメンじゃんみたいなやつとか、あとイケボーみたいな、あとは前からあの声とかはさ出てたりした時もあったやん。だからそれで、あ、覚えてますみたいな、楽しみにしてましたみたいなのとか、あの男性の視聴者さんがなんか男性の視聴者としては嬉しいですみたいな、そのクッピーとの絡みが見れてみたいなのとか見ましたよ。あったな。
予想以上に触れられて撮ったからさ。そうやな、うん、ちょっと嬉しかった。嬉しかった、うん、イケメンってちょっと言われてハードルが上がったことを気にしてました。青が似顔絵描いてあげるよ、めっちゃ似てる似顔絵。ふんだらちょっとそれは やりすぎやろみたいな言われたけど、会社の人とか新しいマネージャーさんとかもクッピーそっくりよなって言ってたよ。似てるなって言って。マジでひどい絵ですよあれは。顔のタイプはなんかクリッとしたお目目でなんか可愛い感じってよりかはシュッとシュッシュッシュッって感じ。おいバカにしてるやろそれ。この間じゃあコルクボードに書いたやつ見せようか、葵が。ああ確かに、あのね、あの認めたくないんですけどめちゃめちゃ似てるんですよ。あの絵心ない人が書いたあれに似てるの、うん、ごめんやけど。なんか腹立つんすけど認めんの似てるんですよね。いきますよ皆さん、3、2、1でーん。特徴掴んでるんですよ結構、絵で描くには。うん、腹立つわ。そう、唇がちょっと特徴的なんですよね。プルッとしたお唇でって感じなんで、ちょっとそこは絵はやっぱり大げさに描く方が似ると言いますので、はいはいはい、そういう感じで。まあでもみんながすれ違う時はやっぱマスクしてるからちょっとあのトレードマークっていうんですか、映らない。何がトレードマークじゃん。おい、でもあのちょっとさやさんみたいにリップどこのですかとか。あ、確かに、聞かな。聞いてくださいよ今日。じゃあ、まあ自らもう答えよう思ったわ。うん、答えで。うん、今日のリップは、今日はシャネルのルージュココフラッシュ53番。お、ルージュココフラッシュか。こちらルージュボリプテロックシャインや。あ、ロックは前のここの星のやつ。あ、じゃあルージュ、これはボリプテシャインの121番をちょっと混ぜてます。はいはい、ベージュ系ですね。じゃあ本日の青コーデを紹介します。言ってくれる。あ、どうもありがとうございます。はい、紹介します。どうですか、はい、じゃーん。あ、おもんない、おもんない、全然おもんないわ。面白くないです。はい、今日の青コーデのポイントはですね、オールブラックっていうところで、ちょっとスポーティーなかっこいい感じにしてみました。まあ、ちょっとサングラスなんかちょっと海外風にかけちゃって。生きてんな。生きてますね。髪の毛染めたばっかりやねんな。だからちょっとクールな印象でいきたいな。はいはい。ええやん。でも K 目立つっていうシェリーの。で、これ見てください。おニューの靴です。新しくセレクトショップに入ったら可愛いニューバランスがあって、そしたらなんか入荷した当日でサイズがあって、なんか抽選とかでなんとかとか言ってましたよ。可愛くないですか。イエーイ。高校生ぶりにニューバランスを買いましたが、やっぱり超絶歩きやすいので今日はそれを合わせて組んでみましたっていう感じの青コーデでした。はい、雨がちょっとパラついたりしたのでお散歩に行きましょう。代々木公園に。テリーちゃんのそれはお決まりスタイルです。あ、リュックがめっちゃ好きよな。な、入りたいって自分から泣いてくるもんな。うまい。歩きなさいよ。はい、大草原に来ました。ちょっと調子乗ってた今。行くよシェリおや、ワンちゃんがさ苦手やからさ、ドッグランがあっちにあるんですね。だからすっごいワン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 もう言ってらっしゃって、もうそれにビビって、もう私そっちに行きたくないのって言ったけど、反対やから、エントちゃんほらテリーちゃんほら駆け抜け、ほら駆け駆け、はい駆け駆け抜けて。はい、ということでそろそろ時間になってきたので、こちらで半日 Vlog は終わりたいと思います。どうでしたかね。半日しか撮れないということで短くなるかなと思ったんですけど、まあ想像以上におしゃべりなので、いつも通り変わらない長さになっているかもしれませんが、はい、たまにはなってると思います。
こんな感じの Vlog もありかなと思います。シェリタンはもう走り回って眠そうです。すっごいほんまに一気に雲が朝と大違いな感じになっちゃったんですけれども、今から私はお仕事が詰め詰めなので頑張っていきたいと思います。はい、どうでしたかクッピー。いや楽しかったっすねほんまかよって感じで TikTok も撮ったもんな。そうやな、 TikTok 皆さんフォローよろしくお願いします。クッピーが運営してくれておりますので、何か見たい TikTok があれば踊り系以外でよろしくお願いしますということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。もうちょっと、はい、高い声でバイバーイOK 、はい